北出聖五郎は東京都出身の元 NHK アナウンサー。中央大学を卒業後、1947年 NHK 入社。1980年に退職した。大相撲中継はテレビ放送が始まった1953年夏場所から担当し、相撲の北出として知られた。正確な描写と徹底した取材に基づいたデータを駆使して、 テレビアナウンスの基礎を作り出した。定年退職後もアナウンス顧問や解説者として長年にわたり出演した。昭和30年代に NHK 総合で中継された有馬記念のレース実況を担当した。箱根駅伝でも NHK ラジオ第一の中継で28回実況を担当した。オリンピック中継では NHK のエースアナウンサーとして数々の大会を担当。 特に1964年に日本で初めて開催された東京オリンピックの開会式で世界中の秋晴れを全部東京に持ってきたような素晴らしい秋日和でありますや1972年札幌オリンピックのサーカサや金メダルへのジャンプから飛んだ。決まった。などの名実況も残した。紅白歌合戦では第4回、第18回、第21回で 総合司会を担当した。2003年1月19日、心不全のため死去。80歳没。没後の2019年12月15日に放送された NHK 大河ドラマ、イダテン、東京オリンピック話第47回の1964年、東京オリンピック開会,会式のシーンでは、俳優の正岡康氏が演じたが、実況の音声は、 北で聖五郎本人のものを使用した。ありがとうございます。